今日はなんとワンピースファンの方々と宴でーす。イエーイ、乾杯。乾杯。というわけで今日はね、最高のメンバーが集まってますので、一緒に動画撮っていきたいと思います。それではいきましょう。お願いします。です。今日も元気に行きましょうね。フラッキーです。どうもクレイクです。よろしくお願いします。神木です。よろしくお願いします。トウヤです。よろしくお願いします。おはようございます。いや、やっとやってますね。おかげが実現できましたよ。皆さんしようしよう言ってたんですよ、ずっと。はい、今日はですね、せっかく皆さんとちょっとね、ご飯食べれるので、やっぱりマニアの方々いらっしゃいます、今日。それぞれが持ってるワンピースのお宝ってなんかあります？ちょっと気になるじゃないですか。まあ多分ね、あの持ってこれないものも多分絶対あると思うんですよ。あと動画的にもマジで出せないっても多分あると思うんですよ。いろいろ分かんないですね。なので一応今日持ってこられるやつで、ちょっとなんかありますかって言ったら持ってきてくれるってことなんで、聞いちゃいましょうか。ちょっとこれマジでワクワクしてる。ご期待にする。ちょっと緊張してきたんですよ。鑑定団出品するときに。あれから行きます。一発目ってなんかあれですけど。なんかあれですけど。切り込み隊長。トウヤ君行ってみましょう。最初に行きますか。一発目じゃあトウヤさん。じゃあね、私のやつ出しますよ。二個あるんですよ。二個。あ、二個。だから。組み立ててんの今。今組み立ててんのそこで。はい、というわけで、はい、はい、おお、そうなんです。すごい。え、これ何のやつですか。こっちがキューポスケットっていうシリーズのプリント、こっちがフィギュアーズゼロのプリント。おお、でね、あの別パーツで、え、ああ、ニトロも塗ります。あ、塗るの肩に。あ、すげえ。ニトロあっていいのに、普段こいつ飾るときはニトロ取ってる。なんで取ってるの。やっぱお宝っていうからにはなんか関係があるんですね。そうなんですよね。個数限定とか。そう、実はこれはなんと両方普通に買えるんです。買えるから誰でもね、考えてほしいんですよ。お宝ってあの自分の大切なものじゃないですか。そうそう、あふれるプリン愛がね、という前座にちょっと温めておいたほうと思いまして、プリンでしたっていう。じゃあ僕行ってきましょうか。はい、僕、まあ僕はそのやっぱりそのね、まあ思い出よりですね、どっちかというと。あの去年ワンピース20周年のイベントで、あの出させていただいた時に、その後そう東京ワンピースタワーでイベントあった時に出させていただいた時に、あのとんがりニュースっていうその新聞が出てるんですよ、東京ワンピースタワーで。でそこに自分が乗ったっていう。おお、すごい。写真も何枚かあって、そう、グレイク先生ってね、あの一緒になってたんですけど、ここに自分の名前がちょっとあるっていうのが、まあ、やっぱちょっとお宝の一つ。ちょっと聞いてもいいですか。僕も乗ってるんですか。そうです。乗ってます。知らないよ。知ってるでしょ。知らないところ。本当に本当に知らなかった。本当に本当に。ここ写真写真写真。俺だ本当だ。ね、もういつもあるから今度会った時渡しますそれ。お願いします。これはお宝。いや、これはすごい光栄っていう。そうです。もう早くもさっきのプリンがかすんで。いやいや、プリンが悪くないです。じゃあ、トキさんいきますか。はい、僕はやっぱり相当持ってるからな。やっぱフィギュアはね、フィギュアなんですよ。ここに持ってこれるやつだね。はい。え、モノクロ？ゴールドだ。え、これはダブったんですか。そうです、これはワールドコレクタブルフィギュアって僕一番大好きなシリーズのフィギュアなんですけど、キャンペーンのやつなんですよ。で、これ全国に500体しかないんですよ。おー、やば。ピース開けて、ペース見たい。うわ、すげー。こういう感じ。おー、すげー。あ、金色のシリーズ。うわ、すげー。ほんとだ。あ、これだって白ですもんね。だって衣装ね、衣装白なんですけど全部金。うわ、すごい。500個限定なんです。500個限定で、さらにこれ申し込むためにはあのゲームセンターに行って500円玉を投入すると引き換え券くれるんですよ。で、さらにこの引き換え券をもらって抽選に臨まなきゃいけないんで、1枚の券がつまり500円するんですよ。で、これ僕どうやって当てたかって言ったら300枚で当てたんですよ。ちょっと待って、300かけ500ってこと。15万円。でもそれって当たんなきゃいけないですよね。そう、当てなきゃいけない。15万かけても当たんない人もいるんですよ。ですよね。これが僕の今持ってるフィギュアのシリーズの中で一番高額で手に入れたフィギュアシリーズです。へえ、すげえ。これはフィギュアシリーズ。
は持って帰ってもあ、いいですね。モノクロからも開けたら金色金色がたまらないですね。いいレア感がすごい。フィギュアで攻めてきましたよ。さすがフィギュアフィギュアですね。フィギュアフィギュア。一応ね、はい。いいですか。わかりました。俺でもね、ドキドキしてる。 T シャツがそもそも、そうそう、 T シャツ俺らで超やったから、これ本当にお宝です。スタッフしか持ってないから、グレックさんだからこそこれ今着れてる。そう、スタッフしか着れないやつをもうずっと言いたかったの俺それ。そう、すげえの着てると思って。これまさか新聞出てくる。持ってたんですけど、俺のやつ。今日はあ、すげえレアもの持ってるっていうより、感動系を目指して。じゃあグレープさん個人が感動系。そうですよね。世間的には、はい、世間的には多分、何これって。いや、いいですね。あ、でもいいね。見てない。あ、見てない。あ、気になる。で、見ては誰も見たことあると思いますけど、ワンピースバーガー。おぉー、 USB、 USB、はい、すごい見たことありますね。これ出た時、あんまり確信できないかも。どうしてこのフィギュアかというと、まあ、テレビ、ちょっと思い出のフィギュアと、まあ、分かる人には分かるようなことがあるものですけれども、ただこれをゲームセンターに取るわけではなく、これ、まあ、ソウルブラザー的な存在からいただいたフィギュアなので。ああ、なるほど。僕は一人っ子なんですけど、一人本当に同い年で、それより深い親友、親友的な存在がいたんですよ。で、5年間めっちゃ遠い中に住んでたんですよ。いいところですけど、大野市っていうところに住んでた。カナダ人の方で、名前がちょっとあれですね、姉さんっていう、姉さんという男、姉さんという男で、はい、人生で初めてビール飲んだのを彼と一緒です。27歳までビール飲まなかったんです。アルコール飲まなかった。すごく仲良くなって、彼が日本から、去る時、帰る時、帰国する時に秋葉原で彼がこのフィギュアをゲットして、で、僕にくれた。おー、思い出が、思い出が詰まってる。だから見てるだけで泣きたくなる。しかもそれが兄弟のそのエースっていうのがまた重なる。確かに考えたことなかった。そういう意味で渡してたのか分かんないです。素晴らしい。確かお宝。もう一つ、はい、すいません、僕初めてばっかりで、実は皆さんの目の前にありますけど、こちらです。おー、結婚指輪です。はい、はい、おー、おー、ドクロマークがあるんですよ。はいはい、これは世界に一つしかなくて、ケイムノーさんっていうデザイナーさんが作ってくださったオーダーメイドの、オーダーメイドの、ちょっと変わった注文でしたけれども、結婚指輪にどうしてもドクロが欲しかったんですよ。それはやっぱりワンピースがいろんな意味があって、ドクロマークだけじゃなくて、ここはただのデザイン、そうですね、竜になってます。で、竜の爪がドクロをカッと掴んでるんですね。この竜は僕の奥さんです。僕の奥さんが竜で、この竜が掴んでるドクロは僕の頭です。まあ、死ぬまで一緒っていう意味でドクロ。ああ、なるほど。日本に初めて興味を持つというのはやっぱりドラゴンボールのおかげでしたっていう竜、そしてその竜が持っているドクロ、ここに小さい、本当に小さいけどなかなか気づかないと思うけど、ここに骨があります。で、ドクロマークの骨で、まあ、海賊旗という意味も持ってて、まあ、ワンピースとドラゴンボールをいつも大事にしている。こういう指輪、本当に人生の一部として、ということで今日は愛と友情。なるほど。ああ、なるほど。いや、いい話を、いい話を。じゃあラスト行きましょうか。お願いします。僕も、まあ、ワンピース部屋作って、それがもう宝物。それもなんだね。持ってくるね。持ってこれないですよ。で、まあ、一番価値あるっていうか、一番大切にしてるのはもちろん小田先生のからいただいたサイン。ああ、まあそうですよね。それはそうね。と、まあ、テレビ番組に出た時にやっちまいなっていうメッセージをいただいたのと、まあ、昨年のワンピースマガジン3冊ですね。これは本当にお墓に持っていくやつなんで、すごいお宝なんですけど、今日持ってきたのはですね、
はい、まあ手に入らなくてレアなものを、はい、と手には入るけどみんな知らなくてレアなものを、だから今日この放送でレアじゃなくなるんだけど、なるほど、なるほど、みんな意外とみんなこれ知らないんじゃないかっていうのを深く持ってきたんで、すごい紹介のゲームをすごいさせていただきたいと思います。まず手に入らなくてレアなもの、はい、いろいろ持ってるんですけど、はい、もうね今オークションでいろいろ買えるじゃないですか。あ、まあネットでね、一番買えないのが手に入れにくいの新聞なんですよ。なるほどなるほど。雑誌はいくらでも手に入るんですけど、新聞ってもう本当次の日か次の日ぐらいに手配をしないと、手に入らないんですよ。でこれで多分全部持ってるんですよ新聞って。でこれはもう13年前ぐらいの新聞なんですけど、学部地域決定してるんですけど、普通に新聞に持ってないんですよ。ただもうみんな捨ててしまって持ってないんです。小田さん、すごっ、これ本物、知らなかった。小田さんのこれ手形なんですか。乗っけてください。パワー感じてください。小田先生のパワーだ。計算も注入されてください。どうですか、来てます。神になれます。うわすごい。あ、すごい。これは家に完備品を飾ってるんですけど、なかなか手形って、なんかね、新聞は本当に手に入らないんですよ。だからこれもオークションとかでもどこにももうない。絶対に手に入らない。知らない人も多い。知らない人も多いな。3年前って言ったらまだボールフィーの時。2年前ですね。そうそうそう、まだこの時1億7700万部ですか。うわー、だいぶ少ない。今4億3000万部。そうそう、それはすごいんだけど。確かにすごい。これはで、これは、はい、僕小田さんがインタビューとか目次コメントで書いたものってほとんど買ってるんですよ、うん、例えばこれは例で、うん、カラーウォークの4、はいはい、柳瀬隆さんと対談された時に、はい、まあ、これは思い出、僕も知ってます、思い出深い本です、子供の時読んでましたみたいな本とかも、これが七瀬隆さんの白い馬っていう、これはカラーワークで紹介されてるんで、こういうのも全部持ってるんですけど、すげえ。で、あれ持ってるんですよ、アシスタント時代の本も全部持ってるんですよ。で、まあ、言ったらターちゃんとかアシスタントさん全部知ってるじゃないですか。他にも結構いろいろされてるんですよ。タイトルが出てないのかって。え前グレフさんに個人メールをこれですみたいな。グレフさんです。レスリングウィズモモコに決まってるから。違う違う違う、レスリングウィズモモコ違う。で、これの面白いところは、はい、ワンピースの面白いところと小田さんの遊び心でもあると思うんですよ。あ、そうですね。背景に結構書き込みされて、それはまあファンとしては面白いみたいなところがあるんですけど、はい、この本も絶対携わってただろうっていうページがあるんですよ。はい、何見ていってください。おー思いっきり書いてある。思いっきり書いてある。これは動かぬ証拠、動かぬ証拠。ご本人が書かれたかどうかっていうのは確証はできないんだけど、いろいろな情報を駆使して調べて、いや、それすごい。広げろ、広げろ、キーピングマインド。やばい、見られちゃう。ぜひそれはそうだったのかって、ね、どこかで知りたいっすね。難しいでしょうね、ワンピースじゃないんで。いつかどっかでね、お会いしたら、明かされたら、聞きたいっすね。るろうに剣心にもね、19巻放題のモギアラマークが載ってたりとか、ちょこちょこあって、まあ、有名なんですけど、これは全然有名じゃないとか。これは知らない。すごい。レスリングウィズモンゴ知らない。知らないですか、レスリングウィズモンゴ。どういう話かも分からない。レスリングウィズモンゴ。まあこういうかなりまあマニアックなあれですけど、いやでもこれは面白い。なかなかの手がこれは知らない。さすが。はい、というわけでどれもなんかすごかったな。いいですね。いや、いいですね。毎日やりたい、やりたい。これ他にないの、他にないの。次集まった時またちょっとお願いします。はい、というわけで皆さんどうでしたか。なんか次はこんなの見たいみたいな、こういうのないんですかってなったらぜひコメントください。志願まだ、いや、志願まだ。お願いします、コメント。志願で。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。お願いします。明日もお願いします。またねー。バイバイ。皆さんのツイッターフォロー、そして小雪さんの YouTube チャンネルも見てね。ありがとう。 See you